はい、第2ハウスに家です。まあ、これ今6時10分かな。で、全部の作業終わりました。いつもよりね、最近はね、やっぱり早なったんですよね。やっぱりこのトイレでね、してからね、だいぶその楽になったというか、まあそんなにかかってたわけじゃないけど、まあ、全体的にね、あの細かいこういうのとかね、やりだしてからね、あのここの作業はほんま楽です。まあ実際来てくれてはるね、ヘルプさんもね、ちょっと多少は感じてくれてたんちゃうかなと。ほんで、あの1階のトイレのね、おからのタイプ、トイレに入ってるおからのタイプの方も、しゃもじ言うたらおかしいな、この何でしたこのすくうやつ、これも大きいのに加工してね、作ったから、あれの作業もだいぶ楽になったからね、時間ちょっとずつ短縮はできてると思います。ほんで、まあ今度ね、ここよりも素晴らしいね、トイレシステムを第2ハウスの 2C かな、このね、向こうの第1ハウスの子が来るとこはトイレかなりね、まあ、昨日見積もりで、ね、できたんやけど、結構のね、額いくんですよね。うん、だけどこれはね、楽するために投資いうのはね、必ずしもね、やらなダメなことやから、まあほんまにね、何べんも言うようにね、567で倒れたポンさん終わりやかね、その時に倒れてでもね、今のね、ヘルプさんなりでもね、楽できるようにね、また新たにね、来てもらえる人がね、楽できるようにね、そちらを重視にね、一番に今考えてるんで、猫たちのことも含めて、そこはそれに全部つながるから。まあ、60匹おって、60ちょいのトイレなんか置いてたかって、誰もしてくれへんからね、そんなもん。一人でしよう思ったら大変やからね、こんなトイレ。そんだけ置いてたら。まあ、だからね、少しでもね、トイレはトイレ、清潔。ね、それで、清潔だって、あれ、ね。こういう紙とか無駄のね、お金のかかるようなことをね、なくして、今後のね、ことも課題になってくるから、やっぱりその、長いこと続けようもたやったらね、やっぱりそういうね、備品とかでも結構長くいくからね、それをやっぱり、節約できるように。うん。それでゴミ出すのもね、楽できるように。ゴミのいらないからね。今度のトイレはかなりこだわってるからね、もう配管も3つは投げなあかんからね、うん。2つのトイレ置きますんで。第一の子はかなりね、いいようになると思います。清潔なトイレを目指します。ね、まあ、レオちゃんもね、今、ちょっとね、また、そろそろ抗生物質切れる頃やからね、ちょっとトイレ行きかけとったかな。だからちょっと、あれしてます。ね。薬を与えてます。様子見てますね、抗生物質を。はい。細菌性の膀胱やからね、これ。で、うちのペロちゃんもそれなってね。まあ、昨日すぐに薬だけでもうて帰ってきてんけどね。やっぱ多いですね、そっちの膀胱炎も。やっぱりトイレをきれいにね、やっぱり保つような、このやっぱりトイレ、玉を多くすることによって、やっぱりそういうのがちょっと出てきてるから、やっぱりちょっと少なくしますね。うん。はい。エルサちゃん。ほらほらほら、お前、そんなことしたかんやろ。ほんまレオちゃん下に行ってほしいんけどね。落としていくと、ね、こんな感じでね、はい、ピノちゃん、ドラちゃん、ドラちゃんおいで、あ、来るやん、ドラちゃんおいで、おいで、よしよしよし、お前来るやん、かわいいな、なあ、まあ、昨日も出して持っててんな、なあ、よしよし、王ちゃん、なんやドラちゃん。リングちゃんとマーヤちゃん、ね、はい、あっちこれでシュー太郎君、ね、シュー太郎君もあれね、だいぶこれで、あ、そう昨日レオちゃんとね、麦ちゃんがベランダに出てたんですよ。それを言うの忘れてましたね。ヘルプさんが昨日ここ開放してくれてあったよね、昼帰った時。その時にレオちゃんとね、麦ちゃんが出てくることで見たら、ほんまに出てましたからね。
これでだん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 また穏やかになってくると思いますよ。あの麦ちゃんもな、そういうね、やっぱり外に出るいうことはだいぶね変わってくるからね、うん、な、気分転換にもなるしな。キキちゃんも出やなあかんでな。キキちゃんも出たらええわな。外で出たらな、ちょっとそういうね、性格も変わると思うな。はい、はるちゃんもな、頑張って出や。はるちゃんも結構昨日は今ここにおるけど、出てきてましたね、この辺までとか。また、まあ、そんな感じでね、まあ、時間がね早なって6時10分からスタートして、ね、いつもやったらこの撮る始めが6時10分半からね6時25分とかそのぐらいなんですよ。だけど今回初の6時10分、うん、今日かかったがもう5時もう20分ぐらいになってたかな。ちょっといろいろしてた遅なってもうて、5時20分から6時10分ということは50分で両方の作業できてるからね、あの掃除を、まあほとんどね、あの掃除もね、ま、前のことを思ったらだいぶねゴミも散らかないようになったからね、それ点でも楽ですね。前はえらいいろいろしてたけど一回も、今だいぶねそれも落ち着いてきたから、まあ猫たちもね移動して落ち着いてきたんちゃうかな。うん、ここの子もねだいぶ落ち着いてきましたな。しゅうちゃんもな、あ出てんな、しゅうちゃんもな、だいぶな、ね、こんな可愛らしく、ね、まあ今日は1階と2階をね開放しとこうかな。またレオちゃんなんにもね下行ったりできるようにここ今日は開放しておきますね。この後、まあ昨日はねここ開放してもらったりね、そういう天気の日はね、あの開放してもらったりねできたらいいかなと。レオちゃんが出てたのにちょっとびっくりやったけどね、うん、まあこれによってだいぶね気分転換になると思う。外のあの景色を見て、もともとはね外で住んでた子ぐらいからね、家におるよりも外の空気吸いたいと思うんで、ね、いろいろ見たりね、ドラちゃんも出たいと思います。まあ今日はね天気もね、ええ天気にはなると思うけどね、またね出そうかなと。まあ実際もう開けててもいいんやけどね、ほんまに言うて出たり入ったりするのもありかなみたいな。ロシアンちゃんもね出たり、もう逃げるとこはないと思いますわ。これ何遍もね、行ってるからね外に。まあそれで脱走はないと思います。もうこんな感じで終わります。はい。